北海道札幌市清田区でテラリウム専門店をしているネイティブフォレストです。今回はサブスクリプション型月額制のテラリウムレンタルサービスをご紹介させていただきます。まずテラリウムをご存じない方に簡単にご説明させていただきます。このようにインテリア性の高いガラス容器に植物を植栽してライトアップをしながら育成観賞ができるというインテリア性の高いこのようなものをテラリウムと言います。事務所やオフィス、店舗、エステサロン、美容室、バー、病院、クリニック、このような人の癒しとか健康に関わるサービス業のお店には決まって観葉植物が置いてあるかと思います。目的としてはお店の景観を良くする、または緑の植物を見ることによってリラックス効果だったり眼精疲労を緩和する、まあ、そのようないろいろ目的があるかと思いますが、日当たりのいいところに置かないといけない、育て方があまりよくわからない、大きすぎて置き場所に困っている、もちろんいいこともたくさんあるんですが、このような理由で観葉植物の導入を迷っているという方もいらっしゃるかと思います。そのようなデメリットをですね、回避した新しいインドアグリーンとしてこのようなテラリウムを導入することをご提案させていただいています。そうは言われてもテラリウムを導入するメリットがわからないとなかなか決めることができないと思いますので、メリットについてをご説明させていただきます。まずはライトアップされているので中の植物が際立って綺麗に見えます。次にこの上についている LED ライトですね、こちらだけで植物育成ができますので、太陽の光が入るような窓際に置かなくても大丈夫です。窓がない店舗や事務所、または玄関とかですね、そういうところにも置いて十分育成鑑賞することができます。エステサロンとか美容室とかだとお店の雰囲気を崩さないために少し薄暗くしているということがあると思います。そういう中でもテラリウムであればこのライトだけで育成できるので日当たりも関係ありませんね。あとは今までこのようなテラリウムをディスプレイとして置いているお店、事務所、オフィスなどはなかなか全国的に見てもないと思います。そのためお店などにご来店いただいたお客様が注目してお店の印象付けにもつながるんではないかと思っています。あとはすごく管理が楽です。皆様育てるのが難しそうっていうふうに、おっしゃる方がいるんですが、確かに長期的に育てるとなると少し植物の知識とか必要になります。一般的な観葉植物も同じですね。生き物ですので、少しポイントを抑える必要があります。だとしても基本的には1ヶ月に 1,2 回そこに水を溜めておいて、たまに霧吹きをしてあげるだけで簡単に管理ができます。メリットについてご理解いただけたと思いますが、今回ご提案させていただくのはサブスクリプション型月額制のテラリウムレンタルサービスです。サービスの内容としては1つ月5000円でレンタルさせていただきます。さらにサブスクリプション型の強みとしては毎月新しいレイアウトのテラリウムを現地にお伺いして交換させていただきます。このメリットとしては先ほども少しご説明した通り、長期的にテラリウムを維持するとなると植物の知識が必要だったりメンテナンスをする手間があるというお話をしましたが、そのような作業が不要になります。毎月新しいものに取り替えて常にフレッシュなレイアウトを鑑賞していただけます。まあ、さらにですね、新しいレイアウトに毎月変わっていくのでご来店いただいたお客様や従業員の方にですね、飽きが来ないのがポイントです。またその他のメリットとしては少額の定額制です。このレイアウト自体をですね、購入していただくとおよそ2万円から3万円くらいは、してしまうんですが、毎月新しいレイアウトになるので金額的なことを考えていただいてもかなりメリットがあるんじゃないかと思います。それではこのサブスクリプション型テラリウムの対象なんですが、北海道札幌市または札幌市近郊の方は一度ご相談ください。店舗や事務所を持つ個人事業主様、法人様に関しては現地に訪問させていただいてテラリウムの交換をさせていただきます。個人のお客様に関しては当店にお越しいただいていくつかあるテラリウムの中から新しいものに交換していただいて結構です。また交換せずに同じテラリウムを
育成鑑賞し続けるっていうのも大丈夫です。今までにないグリーンディスプレイとして、私テラリウムのプロがですね、徹底的に管理プロデュースさせていただきたいと思います。また後ろにありますこのような大型のテラリウム、パルダリウムっていうことが多いんですが、最近札幌市の大通り青青にもですね、大型のパルダリウム設置されていましたよね。法人個人問わずですね、ダイナミックにこのようなものも設置することができますので、ぜひぜひご興味のある方はご相談いただければと思います。はい、というわけで今回は以上となります。ネイティブフォレストでした。よろしくお願いいたします。